はーい。はっきりしない人は死ぬらしいので、今日も元気にハキハキ喋っていきます。GB4 のアイドル、レッコでーす。ミスター、今日もよろしくお願いしますね。よろしく。いやあ、今日も可愛いね、レコくん。君がバーチャルじゃなければ食事に誘っているところだよ。ミスターが私と同じ AI になってくれたら大歓迎です。人の努力ではどうにもならないね。さあ、クラン戦も今日で3戦目を迎えました。対戦カードの発表がありましたが、実力派クラン同士の戦いになりそうですね。そうだね。ここからはよりチームメイトとの絆を試されるクラン戦らしいバトルが見られると思うよ。それは楽しみですね。ますます盛り上がること間違いなしです。私も応援してますので、皆さん頑張ってくださいね。さて、次の試合か。そろそろ俺も活躍してところだな。ってことで、俺とお嬢、リンちゃんの仲良しフォーメーションってのはどうよ。はいはい、そういうのはなしで。シーナ、どうかした？え？失礼しました。何でもありません。ちょっと考え事をしていたものですから。憂い顔はお嬢には似合わないぜ。どうだい、気晴らしに俺とミッションなんて。今はクラン戦の開催中ですよ。冗談はアバターだけにしてくださいね。くっ、ダメか。だが俺のお嬢に対する気持ちはまじ。いやあ、あれから随分活躍しているようだね。せっかくいいところだってのに、誰だ！前に一遍対戦したことある人や。名前は？私はカオス。一応フリーダムフリートというクランのリーダーを務めさせてもらっているが、しがないガンプラビルダーさ。へえ、そのしがない人が何の用？彼の勧誘だよ。一度対戦してから戦い方を気に入っていてね。ぜひ私のクランにと前から話していたんだ。何それ、私の知らないところでそんな話になってたの？短い付き合いだったな。向こうのクランに行っても元気でやれよ。追い出そうとするな。仲がいいようだ。羨ましく思うよ。それでどうだね、遺跡の話考えてくれたかな？ほら、前と同じでお断りやそうやで。当然だよね。ここで抜けるなんて。勝ち逃げみたいな真似したら絶対許さないから。そうか、本人のみならず周りまでもがそう言うとはな。だが私は諦めないよ。また来させてもらう。でーった、二度と来ないでよね。塩でも撒いといて、タオ。塩を撒く？そんな武装あったかな。そもそもここじゃ意味ねえだろ。どないしたんや、シーナ。深刻な顔して。あ、ひょっとして引き抜いてほしかったとか？タオ、それ笑えないんだけど。でもシーナ、さっきからおかしくない？
なんかあった？あの、みんな、もう時間。おっと、ほんまや、ミッションが始まってまう。まだメンバーも決めてへんのに。あの、皆様、今回は私に行かせてもらえませんか？大丈夫かい、お嬢。無理するんじゃねえぜ。ええ、大丈夫です。私、今日はどうしても行きたいんです。わかった。それなら椎名に任せる。じゃあ、残りのメンバーは。リリーさん、お二人にお願いできませんか？わかった。今回もご指名はなしか。仕方ねえ。お嬢のことは気になるが、任せるぜ。よし、これでメンツは決まりやな。頑張ってきてや。皆様に感謝しなくてはいけませんね。私の最後のわがままを聞いてくださったのですから。最後？どういうこと？実は家の事情がありまして、皆様と一緒にいられる期限が迫ってきているんです。もしかしたらこの戦いを終えると二度と会えなくなるかもしれません。シーナがいなくなったら寂しい。リリーさん、私も同じ気持ちです。ですが、どうしようもないことですから、私は自分で道を選ぶことができないんです。シーナ、そこで。クリアだね。
スのお出ましのようですね。親の言うことに従ってきました。家のためと納得もしていました。ですが GB4 を始めて私にも仲間ができて、皆様を見ていると本当にこのままでいいのかと考えてしまいます。たとえゲームの世界であっても、皆様は本気でバトルし、時には助け合い成長している。周りに流されるままだった現実の私よりも、仮想世界の皆様の方がよほどしっかりしていらっしゃって、ならば私も皆様のように。敵の増援。シーナ大丈夫です。後ろは私に任せて、お二人は前の敵を。ここまで接近を許すなんて。あっ、ダメなのですか。やはり私の力では。一人で耐える必要はない。え、シーナに何があったのかはわからないけれど、私たちはチームで仲間だから、何でも一人で耐える必要ない。チームで仲間。タオも前に勝てたのはみんながいてくれたからって言ってた。シーナはそうじゃないの？必要はないですか。リリーさんには感謝しないといけませんね。大したことない。いえ、リリーさんの言葉で私は大事なことに気づけました。今まで周りが決めたことに流されてばかりで、誰にも相談できず一人で耐えていました。でもそうですね、ここではGB4 ではそうではないんですね。シーナ、お二人ともご迷惑ご心配をおかけしました。私は大丈夫です。このまま一気にクリアしましょう。走った。パーツがない。そこ、リーダーもやっといた。私のパーツ、どうすれば。はい、固定が緩かったか。これはどうだ。捕らえました。アンカッツ、カスタムパーツが。捕らえました。今もやっといた。固定が良かったか。やったね。
あなたってすごいね。これで最後ってどういうことだよ、お嬢！お別れなんて嫌だよ！悩みがあるなら何でも相談してや。皆様。っていうてもリアルの悩みじゃ僕らには何もできんかもしれんけど。いえ、そのお気遣いだけでも十分です。皆様が私の近くにいてくださっているだけでとても力になっていますから、おかげで自分の悩みにも立ち向かっていく勇気と覚悟ができました。そのためにもまだこのクランにいたいのです。もちろんや、ずっといてくれてええんやで。また皆様にご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、仲間なんだから迷惑だなんて思わないよ。仲間、ありがとうございます。お嬢にはやっぱり笑顔が似合うぜ。本当にブレないね。そうですね。あ、シーラがいつもの笑顔になった。ほんまや、一時はどうなってしまうかとヒヤヒヤしてもうたでなあ、リリン。シーナ、また一緒にバトルしよう。ええ、もちろんです。私、逃げずに向き合ってみます。戦わずに負けを認めるなんて GB4 では考えられないですものね。くじけそうになったら、また今日のバトルのように協力してくださいね。